逆にニトから追われると。大丈夫ですよ皆さん、そのリアクションが正しいんでね、後から解説して。先ほどあのクライアントさんと写真撮らせてもらったんですよね。僕らがポーズを決めたにもかかわらずカメラマンさんがいらっしゃらなかったんですよ。おかげさまかなと。名前を呼び間違えるとか、そこは機転を利かしてね、覚えられない僕がいけないんじゃなくて、記憶に刻めない君がいけないんじゃないのか。社長さんも聞いてらっしゃるんですかね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハイクラスといえばノーブルかローランドか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日はあのハイクラスという感じで、ハイクラスなリビングをイメージしたセットになっています。あ、ここですか。あ、まあ、でもシンプルでいいですね。はい、ちょっと広々とした、はい、感じの、 あのデザインになっておりますけれども、はい、実際にこのノーブルを見てみて第一印象っていかがですか。第一印象ですか。いや、僕これ本当忖度なく言うと、あの僕直線的なデザインがめちゃくちゃ好きで、うん、まあ、これは一貫してあの僕の YouTube だったりとかいろんなメディアでも言ってるんですけども、曲線が あまりにも嫌いなんですよ。曲線が嫌い。そうだからパッと見た時に、うん、PR だからとかを抜きにして、あ、めちゃくちゃ好きなデザインだなって、うん、あの本当純粋に思いましたね。ローランドさん好みな。そうなんですよ。だから家の家具とかも全部、直線的で四角くて、だから多分スタッフさんが気を使ってね、美術さんがこう直線的なものとかね。そうですね、今日はちょっとソファーも椅子とかもね何用意してくれたんだろうなっていう。そうですね、おそらく、はい、すごい好きなデザインですよ。まあ、一言で言うならこのような空間です。このような空間。はい、素敵な記者さんがいてね、はい、美人さんが隣に座って、はい、でノーブルから発せられるこの綺麗な空気があって、うん、まあ、まさにこの空間、今ここ上質な空間ですか。はい、なるほど。なるほど、名言的なね。なんかこう一言で言うと、一言で言うと、後で解説するとして、はい、皆さん多分よくわからねえなと思いながら聞くことになると思うんですが、うん、逆にニトから追われるという言葉をこの商品には、はいはい、掲げたいなと。もう一度お願いします。逆にニトから追われる。逆に、はい、大丈夫ですよ皆さん、そのリアクションが正しいんでね、後から解説していくんですが、これは疑っていきましょうね。どういった意味でどういうことですかというね、うん、二兎ものは一兎も得ずっていうことわざがあるじゃないですか、はい、で二足のわらじとか、まあ、二個のものを追いかけるって、比較的こうネガティブなイメージで捉えられることが多いんですよね、一、うん、はい、個のものをまず極めろと、うん、だから二個のものなんて追って欲張るんじゃないと、要するにね、はい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 、でも僕は二兎を追わなきゃ二兎は得られないと思ってますし、この、商品に関してノーブルに関しては、うん、まあ、機能美ももちろん追求して、かつ機能、デザイン性にも、まあ、こう追求されてるじゃないですか、はい、要するに二兎を追ってるんですね。確かに。で結果的にこの商品が出来上がって、機能的にも素晴らしく、まあ、景観的にも美しいものが出来上がったじゃないですか、はい、これって追ってなかったら絶対にこう手に入れられないじゃないですか、うん、だから二兎を追うものは一兎も得ずというよりも、逆に二兎側から追われてるぐらいの感覚だなという意味で、はい、なるほど。こだわってるポイントも、先ほども言ったように直線的なデザインだったりとか、シンプルなデザインっていうところはこだわっていて、まあ、要するに一言で言うと、まあ、主張しないデザインですかね、はい、かつ上質、まあ、最小限にして最高級っていうのが一応物を選ぶ時のテーマですね。まあ、直線的なデザインが好きっていうところで、デザイン的にあすごくシンプルでいいなっていうところで、インテリアとしても、まあ、空気清浄機の中ではなかなか稀有な存在なんじゃないのかなと、機能性とデザイン性を両立した本当にすごく稀有な存在なのかなと思って、僕は見てますね。女性とですね、はい、まあ、一緒にいる時に、はい、もしその気まずい空気になったとしたら、はい、ローランさんはですね、その空気清浄機に何を求めますか。なるほど深い質問ですね。でもまあ僕対女性に対して何かに頼るってことしたくないんで、もし気まずくなったらやっぱり自分の力でね、そこは何とかしますけども、まあその話に付随して、先ほどクライアントさんと写真撮らせてもらったんですよね。でまあ誰が悪いとかじゃないんですけど、何かの手違いで僕らがポーズを決めたにもかかわらずカメラマンさんがいらっしゃらなかったんですよ。で僕らほぼピースとかしたまま、でもどうしたらいいんだろうっていうような、まあ、要するに気まずい時間が流れてたんですけど、でも不思議とそんなに嫌じゃなかったんですよね。おかげさまかなと。そこにあったんですよ、電源が入ったまま。あ、やっぱすげえなと思いましたね。ありがとうございますという、はい、たまにありますよ、やっちまったなみたいな、名前を呼び間違えるとかありますけど、そこは機転を利かしてね、
あの覚えられない僕がいけないんじゃなくて記憶に刻めない君がいけないんじゃないのかっていう究極の責任転嫁で、やっぱ物は考えようなんでね、はいはい、まあ、そんな感じでのらりくらりと乗り切って今29歳ここまでやってきました。そこですよね、多分落とし穴がね。きっと人って何かを足していこう足していこうと思うわけですよ。でもそこからなんか減らしていこうとか増やすあのものをね、こう削ぎ落とすっていうその勇気が多分あの他の競合他社にはない部分だと思うんで、僕はこの完璧な商品に対して何かプラスするときっと打足になってしまうかなと。だから、まあ、あえて何もつけないですね、はい、完璧なものは完璧なまま、はい、使うっていうのがいいのかなと思うんで、すみません、なんか答えになってなくて恐縮ですけども正直言うとあんまりなくて、っていうのも、まあ、あんまり年齢っていうものはもう本当ただの数字だと思ってるんで、30に対してそこまでのモチベーションがなかったりとか、あとは、まあ、実業家としてもあんまり数字に対しての目標がないんで、大きい目標っていうのはないんですけども、テーマとして1個仕事をやる中で目標にしてるのは、あのもう一度会いたいなとか、もう一度仕事をしたいなと思われる存在でいたいなっていうのはあるんですよね。だから、まあ、高江さんからまたオファー来ることが、今後の人生のまた目標かなっていうところで、社長さんも聞いてらっしゃるんですかね、まあ、遠回しにあのおねだりしておこうかなと、もう一回仕事がしたいなと思います。 PR メッセージ、あーそうですね、先ほどちょっと2頭から追われるであの若干滑った気がしたんでちょっと変えてみると、まあ、僕が大事にしていることは、二流は期待に応えられない、一流は期待に応えられると、ただ超一流は期待を超えるっていう、まあ、そういう言葉があるんですけども、空気清浄機に関しては、まあ、求められているのは機能性だけなのかなっていうような、その期待を見事にあの応えるプラス超えてきたなっていうのがこの商品だと思うので、そんな商品をぜひ皆さんも手に取って体感していただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ではセンターの方へ、はい、そちらで、はい、お立ちいただきまして、ではまずはステージ向かって真ん中ですね、センターから目線をお願いいたします。ムービーの皆さんに目線をお願いいたします。